です。今回はですね、そういうの例をつけたねっていう感じでお花がこうついてで、材料ですが、この下の部分ちょっと色を変えてね、いってみたいな、こういう260ですね。で、お顔から体の部分はこのブラシでいってみたいな。で、髪の毛はですね、こういう黄色を大ですね。で、例の部分はですね、まあ260でもいいんですけど160で、それでお花はこんなもう作ってありますね。これも、ここ160、これ260なんですけどね、こういうふうに作っておきます。で、胸のところですね、こういうずっと260です。260のこれぐらいの、これぐらいってどれぐらいだって言われるんですが、これで5センチですね。では行ってみたいと思います。まずはこの髪のところから行くんですね。あんまりひねるところはないんですね。で、これぐらい、これで、はい、何センチでしょうかね。はい、これ7センチの、7センチ。それで、まずはですね、てっぺんのこの、ここのところですね。後ろつけてないんですけど、安定させるには後ろつけてた方がいいので、後ろもつけておきましょう。これね、それでですね、ここに入ります。それはこれで。これも同じぐらいですね。はい、これぐらい。どうせ切ればいいんで、これですね。6センチ。6センチ。それでこれをですね、ここに入れます。こういう感じですね。ですね。で、他を、まあ小顔の方がいいんだよね、こんなもんでしょうね。はい、これで6センチ、6、見えないか、6センチですね。それでここにピンチツイストを小さめに作りますね。小さめに作っておいて、そこに真ん中の紙をね、これと同じですね。で、横、それでもう一個戻る。胴体で下に降りていったら戻れないんで、手から作りますね。手
手の部分で、手はですね胴よりも少し長めに、これぐらいかな、はい、何センチでしょうかね、これで中、14ですね、同じ14で戻ります。でそこは同じにするとこうなるんで、ね、こうなるんで、ここは短く取りますね。あんまりですね胴が長くない方がいいんで、これぐらいかな、ね、これで何センチでしょうかね、センチですね。そして、その前にここをやっておいた方がよかったです。まあいいや、これを膨らませます。同じぐらいですかね。まあ同じようなものを切ればいいんで、でここにですねピンチツイストを3つ作ります。ここの部分ですね、ここにこれを絡めます。ですかね。で下に来ます。ですね、10センチぐらいかな。もうちょっと太いかな。これぐらいかな。これぐらいで取ります。はい、これでですね、これも10センチ、これでこれと一緒に合わせます。それでこれを小さい足の先ですね、これぐらい4センチぐらいかな、4センチぐらいですね。で、カラコで戻ります。そうですね。それで、ここで切ってもいいんですが、空気を抜きながら戻します。パンパンだから、はい、それで
これを囲っていくような感じですね。これですね、ちょうど6個でいいぐらいですね。でこの ピンチツイストは平らになるようにして、それで半分なんですが、ちょうど半分ぐらい折り曲げて、で単純にただ単にこう真ん中からこうひねってあげて、どんどん結んであげるだけです。これはですね、ある程度大きくしとかないと、これをが挟むんですね。なので大きさが必要です。それで作っておいたこれをですね、この真ん中のところにですね、まあこんな感じで止めてあげれば十分と。それで、なんだ、あ、レイですね。レイは、まあこれ160、260でも作れますけどね。160の方で行ってみたいと思います。これいっぱいひねりますんで、ちょっとでいいですね。なんで、十分です。で、これはですね、レイを作ってから、はめるんじゃなくて、ここからはめます。そうね、こうやって、ここから持っていく。で、こういう時はですね、戻らないように多めにひねります。
あんまり長くするとですね、ここに止まらないので、ギリギリのところで持ってください。そうすると、ここにピタッと収まるんですね。あんまり長いとですね、収まら、それにはまらないんですね。もう一個ぐらいあったらいいかな。胸にはめるという。それで髪の毛は少し、はい、こんな感じですね。で、ご婦人の完成ということでした。女性愛好会でした。また、もう一個向こうこうやってね、女性愛好会でした。また、お会いしましょう。ちょっとね、雰囲気の違うお二人ですけどもね、作り方は全く同じでございます。はい、では、はい、では、またお会いしましょう。